たまには奮発してええもん食いたい番外編台湾美食100元以上。はい、今日のお店はこちら。うなぎを食いたくなったらここ、創業30年以上の老舗です。ここはうな重が250元約1000円で食べれるんです。ここはう巻きも安くて美味しいのでいつも必ず注文するんですけど、今日は売り切れでした。少しだけ一味と山椒をかけていただきます。美味しい。はい、食べてきました。いやー、本格的なうなぎを1000円以内で食べれるなんて素晴らしいですよね。ここはピーク時は行列なので、ぜひピークをずらして来てくださいね。おすすめは2時前です。このチャンネルでは100元以内で食べれる安くて美味しい台湾グルメを紹介しています。ぜひチャンネル登録と高評価、いいねボタンよろしくお願いします。皆さんが知ってる台湾の安くて美味しい100元以内のおすすめグルメがありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければすごく嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。我愛台湾、ゾロでした。